イアンタサウルスは、古生代石炭気候期に生息した、万竜類。単ユミつツな、万竜目、新万竜亜目、エダホサウルスか。エダホサウルスに似ているが、より小型で細身である。スリースピーシーズイアンタサウルスは、全長70センチメートルほどのトカゲザマの、生物であった。戦術のように、エダホサウルスに似た姿をしており、 エダフォサウルス科の特徴である横突起を有する穂も、すでに持っている。しかし、エダフォサウルスは大型で太く、でっぷりとした胴体及び小さな頭蓋を持っているのに、対し、この生物は細身で、ハプトドゥスに似た頭部も、比較的大きい。また、装飾に適化したエダフォサウルスに対し、イアンタサウルスは肉食あるいは昆虫食の食性を、示す。 剣士をはじめとする鋭い歯を持つ。しかし、郊外部の歯は持たない。そのためこの生物は、エダフォサウルスの祖先、あるいは祖先に近縁の生物であろうと思われる。ちなみに郊外部の歯は、一般に、両生類的な特徴とされる。しかし、イアンタサウルスには存在しないことから、エダフォサウルスの持つ歯は、二次的に獲得したものと思われる。イアンタサウルスは、 エダホサウルスのものと同様の穂を持っている。しかし、細身であり、相対的に穂も小さい。そのため、体温調節のための適用という仮説に疑問の声も上がっている。現在の北、アメリカ、カンサス州などに生息していた。ありがとうございます。